サッカー J1 の町田が初めての J1 挑戦で2位と健闘している。その裏で女優、福田愛、名、23、の熱狂的な応援も、サポーターの間で話題になっている。福田がスポーツ報知の取材に、町田への愛を語った。俺たちの町田、4、とゴール裏で誰よりも声を張り上げる一人の女性がいる。 現在6勝1分け3敗で、一時は首位に立つなど、初めての J1 とは思えない戦いぶりを見せている町田の快進撃を後押ししているのが、大河ドラマへの出演経験もある福田だ。今季から応援を始め、すべてのホームゲームを含め、リーグ10試合中8試合、スタジアムで観戦した。中継映像に映り込むその美貌、美貌、が注目を集め、 ネット上で、町田の女神、とも呼ばれるように。飼っているのは私の力ではないですけど、そう言ってもらえるのは嬉しいと笑顔をはじけさせた。きっかけは、所属事務所、a b ク x が今期から町田のスポンサーを務める関係で、2月の開幕戦後に、アフターゲームショーに出演したこと。最初は仕事の一環だったものの、知らなくちゃって。 勉強してたら沼にはまったと、虜になった。サッカーは詳しくなかったが、ノートにびっしりと選手の特徴やちゃんとを書いて猛勉強している。J2 から上がってきたばかりなのに1位を争っている雑草魂を感じた。私が福岡から上京した時の負けん気を町田で見られてるっていうのが刺激をもらえます。 できるだけアウェーも行って全力応援するつもりです。と拳を力強く握りしめた。松下大輝ゼロ、福田は、3日に行われるホーム町田ギオンスタジアムでの柏戦後のアフターゲームショーに出演する。共に出演する元フジテレビの笠井新介アナウンサー。61、町田の公式アンバサダー大田康介氏。36、 と試合後も熱く盛り上げる。